日。ツイッターで有名な細くりのルックス大体下の中はい、ということで1週間ぶりにね、まだこの時間がやってきたってことで今回は、シンと春馬くんが来てくれたんで、じゃあちょっとね、今週の、まあ、何を企画なんですけど、ちょっと前半が、まあホストに対してのちょっと、まあ、源氏名を俺たちが作ってきたんで1個ずつ、まあそうですね、まず送りたい、ホストに送るならこの源氏名だなってことで1個ずつ作ってきてで、後半が、ちょっと歌舞伎町でね、僕たち住んでるんですけど、その歌舞伎町に普段暮らしてる人が歌舞伎で遊ぶとき、どこで遊んでるのかっていうのもちょっと話していこうかなと思ってるんで、はい、そんな感じの1日で、じゃあタイトルコールいきますか。よっしゃ、はい、一番すげえのはホストだ。はい、ってことでね、いやちょっとダメやけどね、ちょっとダメには負けないように放送していきたいんですけど、じゃあちょっと恒例の自己紹介、自己紹介いきますか。久しぶりなんでね、佐伯慎です。イエイ。いや、テンションテンション寝起きだからもうほんまにテンションだよめっちゃ寝起き。それじゃ初回は取れんねや、お前その後に枕するんか知らんけどもそうそうフォローするんか知らんけどもだんだん上げていくタイプね、そうそう、スロースタートはね、下動かす前にまず上動かしといたはい、じゃあどうぞ。最近このカエルに体型似てきた、どうも春馬です、お願いします。だらしない体型、だらしない体型な、だらしない体型、そう、ということで今日ね30分間頑張っていきましょうか。ちょっと最近思ったんですけど、なんかまあちょっと女の子の話とか聞いてて、なんかちょっと担当がみたいな、はい、なんか元気なくて辛いんだよねみたいなとか、なんかすごい、なんかわかる、なんかいろいろ聞くのよ話を、はい、辛い時あるんだよねみたいな、その辛い顔がなんか見てらんないんだよねみたいな、で俺はなんか その時はまあなんかそっとしてあげるのがいいよってよく言ってたんやけど、よくよく考えたらちょっと待ってと思って、これ女の子がそっとしとくのも違うなと思ってそう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 、もうそのホストを元気にさせる方向に絶対行った方がいいやんか。まあまあまあ確かに、それやったらもういっそのことをその担当がなんかもう売り上げ分かんないどうしようとか、うん、ね、このままどうしようか考えてるくらいやったら、ちょ源氏名送ろ、いやそうですね、ね、変えてみればみたいなそうそう、そういう企画なんだ、そのよく分かんないしょうもない名前ちょっと変えようっつって、はい、女の子からはっきり言ってそう解明してもらうってことで、まあそうですね、そうそう、でね、俺たちもね、なんか女の子にお前ら考えてお前らが適当に送るやって言うつもりもないから、うん、ちょっとまあ今回ね3つ僕らが作ってきたんで、はい、ここに、はい、そのなんかサンプル的な感じで見てもらってサンプルで、そんなのいいなと思ったやつ、ちょっと悩んでるね担当さんにね、ぜひちょっとそうすやってあげてくれたら、そうね、そう担当さんの顔が一気に明るくなるかもしれないし、そうそうそう、まあまあたとえね使わなくてしてもね、場が多分明るくなることはなるんじゃないかなってことで、じゃあちょっと春馬くんね考えてきてくれたんですけど、僕結構ガチで考えました。ガチで考えましたか。やっぱ言わなくていい、また言うけど画像用意してくれたら、はい、画像、じゃあちょっと春馬くんのねガチガチな、はい、本当にこれは使ってくれるんじゃないかみたいな、ちょワンチャンもし春馬じゃなかったらワンチャン使ってもいいなみたいな、使いたいな、自分が使ってもいいかも、もう全然もうガチで、なるほど、じゃその画像をちょっと僕独自にちょっと入手してきたんで、はい、嬉しい、春馬から考えた記事でどうぞ。神崎玲奈さんです。神崎玲奈、そうですね、大御所と大御所やそう、めっちゃ大御所、もうエアーグループといったらまあまあ大体みんな知ってる、すごいな、もうなんかやっぱり、これ意図は何、この意図は、やっぱり女の子ってホソホソで検索するじゃないですか、うん、はい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 、売れっ子の名前をもじることによって絶対もうとりあえずアクセス数伸びる、うん、もうそれだけで俺たちテンション上がるじゃないですか、なんかホソホソランキング上がってる俺みたいな、上がるな絶対、まあとりあえずもう 100% 目につく名前絶対それで来るみたいな、ガチ、これガチガチすぎるから、ガチすぎてな、そうそう、ガチすぎるから、ひざらもいいしね、そう、まあまあいいよね他人の運動しで勝負してすぎただなんか、なんか組み合わせみたいなのがキャバ嬢感半端ないのよ、あ、まあ確かにそうそう、女の子、しかもなんかこの名前的になんか歌舞伎町じゃなくてなんか千葉とかにいそうなの千葉のキャバ嬢とかにいそうな歌舞伎上げづらいでしょ神崎玲奈ちゃんね、神崎玲奈ちゃん、そうなんや、
まあでも春馬が、あの春馬じゃなかったらこれ使ってもいいぐらいの。全然全然っすね。まあ今でもなんか名前負けする気しかしないけどな。まあまあ俺でこれだったらマジお前何してんのってぶち殺されましたよ。あ、そんな感じでね、春馬くんからなんで、じゃあ神月、まあそうですね、ね、ね、じゃあ、あのね、その悩めるね、担当にね、ちょっと言ってみてほしいね、プレゼントします。そうね、え、もう神崎麗楽に変えたらっつって。そうまあ少なくともブチ切られるか笑われるかどっちかやろな。そのままずっと悲しい顔してないえって感じ。も悲しそうな顔してても何か思うやろ絶対。やっぱり一周回って自分の名前良かったなって思えるかもしんない。ああ確かに確かに。そうそうそう、覚えやすいしね。それはあるわ。じゃあ、シンくんも考えてきてくださいね、はい、そう。じゃあちょっとシンくんの、じゃあ、ね、考えてきた源氏名のやつも、うん、独自のルートで入手してきたから、いつの間に、ね、まさかの。じゃあ見てみようか、うん、シンクの源氏名どうぞ。漢字つけたんだ、すごいやん。しんどい、売れ。いやこれはだから売れない、売れない人にあげるんですよね。まあまあ売れてる、売れてるか売れてないかどうかわからんけど、その悩めるホストにね、女の子の方から、あの一応なんか逆にされるの。ぶち殺されるぞ。しんどいクレーンをもじってね、もじってるなこれ完全に。しんどい売れ、いや逆に売れないなら、うん、もはやそれネタにしていこうっていう。売れないことをな、元気を逆にな、うん、やばすぎやろ。でもやっぱり、うん、レンって名前やっぱり人気ランキング名前1位ですもんね。一番使われる名前からな。そう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 、ね、うん、エアグループだけしかもなんかレンになんかつける子多いから。だいぶ多いです。俺もそうやけど、うん、ね、いっぱいおって。だいぶ多い。ウレンってのはまだ誕生してないから。ウレンさん怖い。ウレンで売れたったらめっちゃかっこいいけど、ひらがなだけだったらこれなんか漢字が悪気ありますけど、ひらがなだけだったら絶対こう思わないですもんね。思わんもんな、うん、漢字はな絶対売れる気はせんけどな。ほんまに絶対に。しかもあれでしょ、ビンダのウレン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 絶対に嫌やろ。絶対に嫌やろそれ。なのになのにシャンパン飲んでるっていうなんかキャップが。シャンパンボールは思ったけどウレンウレン。もう典型的ないじめにしかないから。そいつ確実になんかメンタル来るよ。いや女の子も多分言い出すシャンパンコールなしにしてんの。全部恥ずかしい。ビンダはなし。ビンダなしって言ったら、いやすごいな。逆に、ね、初回でこんなん来た時な、うん、この子売れる気だなって思ってさ。そうそう、まあでもね、その悩めるホストが、まあ、そうそう、ね、逆にまあそうですね、まあ、悩めるホストに向けてね。いや担当さん悩んでたらね、言ってあげてほしい。ほんまに、いやそうですね、売れんなら売れにすればっていう。そう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 、もう売る気ないやったら売れにすれば。売る気はあるんじゃないですか。売る気なんで売れ上がんないのみたいな。そう、いや女の子の参考に ならんなこれ。ならないか、言ったら絶対あかんやろ。はい、ってことで今のところね、神崎麗楽さん、麗楽さん、千葉のキャバ嬢の名前、ね、そうですね。で、しんどい売れんくん、しんどい売れん、ね、いやまあここまで来てまあいい流れかな。結構なんかまあ、うん、極端的な。そう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 、うん、いやでもなんか俺もちゃんと持ってきましたよ。お、うん、これは入手してないから。入手してないからね。そう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 、ほんまに2人が、うん、出してくれて、うん、おーいいなと思った純粋に、うん、でもやっぱり俺らもすごい自信ある。お、うん、ちょっとぜひこれ女の子、ほんまに担当がすごい元気そうな、元気なさそうな顔してる時もうぜひ言ってあげてほしい。これにすればって。ちょっと僕の考えてきた源氏名どうぞ。バン、はい、ランボルギーニ君です。ランボルギーニ君ですね。完全にランボルギーニ君ですね。いやでも名字は漢字超かっこいい。名字はかっこいいけど、なんでギーニーって似ちゃったの。これちゃんと意味があって、うん、まあランボル、まず名字ランボルね、まあ乱れる棒。いやそう、漢字に意味がある。そう、意味がある。ちゃんと意味があって乱れる棒やんか。まあそうっす、ね、まあやっぱ枕すると、あ枕するし、で流れるようにやから、もう枕しまくってんねん。まあはしごみたいな、枕しまくるように、売れるためには枕しまくれるようにっていう願いを込めての源氏名の名字で、でこれ義に似るってことは、まず義って義理ってことだ、ね、義理がたいとこもやっぱ必要やん。そうそう、で似るってさ、煮るってことは料理で言ったらさ、まあ、味をなんかさ、うん、さらに深めていくというか、まあ、長く、そう、そういう意味が分かる。その義理を、義をさらになんか分かる、重んじるというか、まあそうですね、意味を込めてもランボルギーニかな。そうそう、あ、じゃあ漢字だけで選んだらたまたまランボルギーニ、うん、あ、そう、ランボルギーニやん、これたまたまランボルギーニ似てるやん。たまたまランボルギーニが後付けなんですね。そうそうそう、たまたまその通称ギーニくんね。通称ギーニ君、かわいい、ただ名前で呼んでるだけだ。ねえ、やっぱ愛車ももちろんランボルギーニ乗ってるよね。あ、そうですね、ロボットになってくるよみたいな、そういうぐらいの男になれよという意味を込めて、うん、まあ今回ちょっとランボルギーニっていう。ちょっとめっちゃ面白かった。いや、出ました、最後の最後で、うん、
ランボル、いやランボルっていうのかっこいいよね。ランボくんでもええけどな、全然。いや、でもなんかいそうっすよ、売れたらなんかランボくんとか。ランボくんが、そう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 。でもなんかこれ多分言ってほしいよね、女の子にね。そう、やっぱ担当さんが元気ない顔とか見たくないと思うね。はいはいはい。多分見てる女の子も辛いやん、なんでなんか辛そうなんだろうみたいな。その時はもう、ね、勇気出して言おう、行ってみましょう、ね、名前変えなって、現地名変えてみなよっつって、じゃあ何があんだよって多分依頼ついて勢いで言ってくるから、ランボルギーニこの画像見したけどしよういつかね。まあ最低でも笑ってくれるやろ最低でも笑ってくれるやろ、これは。でそのね、なんかこの流れなんやけど、その現地名プレゼントみたいなこと言ってるけど、実際にな、なんか俺たちの現地名の由来って何なのかなって多分多少ないでもちょっと思ってると思うから、あんま結構初回で聞かれる定番な質問、ちょっとハルマとか聞きたいな、なんでしたのか、ハルマに。まず確かに聞いたことない。僕初回だと三浦春馬に憧れてみたいな、で適当に三浦春馬から取った、適当に答えちゃうんですけど、ぶっちゃけ言うと高校時代のあだ名みたいな。僕苗字がそのみぎょうって何？みぎょう、まぎょうや、まぎょうです。僕の後ろ三浦くんって人別にいないのに、もう村井さんなんですよ僕の後ろは。みぎょうだからね。なのにそしたら俺のことを先生が三浦って呼ぶようになっちゃって、まあ間違って、まあそれが続いて苗字がね、あだ名が三浦みたいな、全く関係ないけど三浦って呼ばれることになって、その時流行ってた俳優さんが三浦春馬みたいな、名前関係なしで三浦春馬があだ名だったみたいな。まあそっからっていう、ただ単にしょうもない話です。漢字もしょうもないよ三浦春馬の春馬違う違う、漢字違うんすか。まあなんかこれはもう、実はもうはい、適当っすね。やばいな適当。まあでもまあ磨くな、摩擦のはるかに磨く、摩擦のまでよかったんすよ。そうそう、もう全然摩擦のまでよかったやろ。もういや、大麻の間みたいに言われちゃうから、ほんま長いしおもんないしね、ほら本当にこれ長いんだ。たけしにはしないよな。でこの佐伯慎っていう名前は、俺もうそんなつまんないですけど、慎が本名ですね、心得慎。あ、そうなの。へー、かっこいい。心得慎、心得慎のそのまんま本名で。あ、そうなの。すごい名前やな、本名。まあ最近はその前のクラブの先輩がもらったんですけど、で、なんで本名でやってるかっていうと、なんか結構ホストになって変わりたくなかったっていうか、変わりたくない、なんかそのままでできる仕事やりたいなと思ってホストやったんで、だから友達とか呼んでるんですよ、エアーに。バーイベも親友のコウタくん来てくれたし、そうそう、友達とか結構大学の同級生とかは来ても楽しめるホストになりたいなと思って本名で。あ、なるほどな。どないするん、え、何がどないするん、何があれっすね、どないするん、サークルの延長上ってことですね。違う、ホストサークルの延長上として僕は大学乗りでやりますよってはっきり言ったってことでしょ。違う、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 職業がいけ、僕ホストはやりませんよ真剣にと。いやいやいや、大学の延長線上でサークルの延長線上で軽いノリでやりますっていう、そんなんじゃなくて、何だろうな、誇りを持ってホストやりたいから。なんか熱いな。じゃ聞いて、あのね、LINE の名前を変えるじゃないですか。例えばじゃあ俺がなんだっけ、しんどいウレンとかにしたら、友達みんな、え、どうしたのってなるじゃないですか。しんどい売れにするんじゃないけど、それがなんか嫌だったから本名のままやりたいな。あと本名言った時に絶対こっち源氏ならでいいじゃんって言われるかなと思って。あ、なるほど、しんな。だからそのまんま心得慎本名なんで。そうなんや、心得慎な。はい、じゃあ俺も本名ってことで。結局な。はい。で、まあ俺やねんけど、このまずこのなんか進藤くれんっていうさ、なんかまず言いやすいやんか、普通に。なんか分かる、覚えやすいし。で、クレインってまずそもそもなんでなったのかっていうと、普通に、まあ、本名俺カズやけど全然違うわけやんか、全然かすりもしないやんか、やけどなんでクレインにしたかというと、まずすごい当時レンっていう名前にすごいこだわりがあったの俺、でなんかレンにしたか、レンになりたかったな名前みたいな。まずレンになんかそんなブサイクおらんやん。で、なんか変なインキャラみたいなやつもおらんやんか。そう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 。だからレンって絶対イケメンやったと思うねん、周りの人がおると思うけど、レン君。そうそう。で、なんかレンがいいかなと思ってたけど、じゃあホストやるときに、この部屋入ったときに、じゃあどうしますかみたいな。いや、レンにしたら絶対に確実に俺も想像したの。もう、売れることとか確実に想像したから、
俺の名前がどんどん分かった時に、はい、じゃあ、指名してるの誰なのみたいな、え、レン君みたいな、どこのみたいな、120% そういう会話になるわけやんか。いっぱいいる。でも、なんか何かをつけたかったよ、だから。なるほど。で、この、くれないっていうイメージが出てきたのが、うん、やっぱりすごい、俺 X のくれないとか好きやし、イメージ強いですね。そうそう、で、赤色とかすごい好きやから、うん、そうそうそう。で、大体なんか戦隊ものさ、何レンジャーとかさ、真ん中赤やん。絶対真ん中の立ちしてやっぱ赤やん。確かに、確かに。ね、まあ当時そのね、そのまあコメントで出てるけど、そのグレンの弓矢とか、なんかそれグレンっていうなんか中二病的な名前がすごい流行ってて、うん、そうですね。まあじゃあそれにしたいけど、でもグレンってなんか嫌やなと思って、人の名前としては。しやったらじゃあクーにしてクレンにして、クレンくんっつったらもう絶対山の子だよねってなれるようになったらいいなと思って、そうして、でも振動ただただ俺神の子やろなと思ってそれでつけただけ。ああ、もう本当振動ってことですよね。そうそうそう、神の子、うん、俺ホストの神様相田武さんの息子やなと俺思ってやってきてるから。なるほどなるほど。そうそう、ってことで CM 2人目CM の行きましょうか。よし、どうぞ。ねえねえ、りょうくんストーリーやろうや。あ、いいね、やろうよ。りょうくんこれやろうや。あ、これね、いいね、いいね。イエーイ。めっちゃいい。いい感じ、いい感じ。俺らとストーリーを作れる場所、ハニー。O157 のニュース見て、その157っていう数字に反応して自分の売りかけ想像したやつ、重症の細狂い。あ、でも後半戦ということで、後半戦はね、じゃあ僕たち普段、歌舞伎にいる人間じゃないですか。で、なんか大体歌舞伎にいない人間が歌舞伎に来たらもやることって大体なんかまあ同じことだと思うんですよ。ワンパターンだね、まあ、飲みに行ったりだとか、そうだと思うんですけど、じゃあ一体歌舞伎におる僕らは歌舞伎で遊ぶとき何をするんやという、もしかしたらね、これはちょっと意外と言ってなかったことなんで、そうそう、おすすめスポット、そうですね、おすすめスポットはでも一番自分がよくなんか遊んでるよここでみたいなとことか、そこ教えてほしいなと思って。じゃあちょっとはるまくんから。僕はあれっすね、やっぱりあれあれですね、うん、何、インスパイア、インスパイア、あれね、コパボールの上にあるなんかスパイの、そうそう、歌舞伎町のなんかね、新宿フェイスがあるビルでやってる、そうそうそう、インスパイア、ほら見たハテナハテナって来てるよ。なんでこっちゃじゃん、なんか脱出ゲームみたいな、脱出ゲームなんや。そうそうそう、いや行ったことあるけど余裕で、もう全然、そうそうそう、ない。初めて行ったのもクレンさんと一緒に、そう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 、で、結構前にホワイトの優勢と一緒に行って、で、優勢が本気で隠れ出してで、店員さんガチで見つけれんくなって、で、あいつなんか本物のスパイかと思われて一回デキにやりかけるって伝説を残してくる、あいつ楽しそう。そう、結構いや、普通に面白いですね、あそこ頭使うとこやろな、体力も使うし、体力使うな、もうちょっと運のところもあるし、たまに走るもんな。そうそう、シャッターみたいな、確かバーッて走るもんな。あそこだけはまあデブも走っとるわ、普段走らそうなデブも汗かいて走ってるほんまに、デブも走んねえやつそんなとこ行かないほんまに。あ、インスパイアね、インスパイア面白いもんな、ジュースには、うん、ナチュラルに楽しいですね。朝までやってる、朝までやってるよな、夜やってて、結構朝までやってるから、4時、5時ぐらいまでやってるから、最強っすね。ぜひね、行ったことない人はね、その新宿フェイスのビルにあるインスパイアっていう、いや、そうですね、ぜひ、もちろんは、そう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 、見てほしいわ、うん、じゃあちょっとシンくんはそんな感じでどうなの。俺そんな面白いとこ、すごい遊びにそうな顔してるけど、いや全然全然、俺常に営業後はラーテルっていう、あー、なにテーマパーク、じゃあ、しょうもないバーの名前がほんましょうもないから、あのね、手伝ってた歌舞伎で一番いいバーやから、いやいやいや、そのバーの名前やめよあのエアーの従業員の千尋さんのやってるバー、おすすめできないな、でもおすすめできるじゃん、あそこ歌舞伎で一番頑張やで、まあまあでも、そう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 、いや俺が手伝ってる時はおすすめっすね。あ、なるほど、席もつくし、うん、千尋さんもつくし、うん、まあ、クレーンさんもね、たまに来たりするし、
人やな。エアーの人は結構いるんで、うん、おすすめ。何言ってくるのかな思ったらラーテルかい。ラーテルしかないもん俺行くところ。あのうちの千尋っていうやつがやってるなんか詐欺なバーなんですよ。歌舞伎がまだ短いもんね。意外と、ね、まだ短いか。新宿ずっと住んでましたけど歌舞伎来ないもんね。実際じゃあジンが遊ぶ時にどこに遊びに行ってるわけなの？六本木でしたね。あ、六本木ね。行ったから、まあ、バイトもあった。元何店やったっけ？クラブです。クラブ店員どちゃらやな。どちゃらくない。じゃあのシンが元クラブで、じゃあ見た目的に行くとあのシンがクラブ店員っていうのはまだ信用できんやんか。 あいつまだまだ元クラブ店員らしいけど絶対嘘やろ。絶対嘘やろ。あいつがただの人気衆。あいつ絶対クラブ店員なわけないやろ元々。いや、まあ、いや別にそんなチャラくないですよ。スタッフは、あ、スタッフはチャラいかもしれないですけど、うん、スタッフは別に真面目にこう働いてんけど。でもなんか普通にシンのルックじゃったら出てこんかった。なんかいい、え、伊藤さんかっこいいみたいな。あ、それでホスト始めたんですよ。あ、それでなんかスカウトされて、ホストが来て、スカウトされて、ホストやろうみたいな。あ、ホストやろうみたいな。はい。そうなんや。だからクラブ店でもやっぱいい感じだったんや、結構。まあ楽しかったですね。あ、なるほどね。VIP、うん、でおばさん接客しました、うん、あ、ババア、あ、ババア来んの？いや、そういうちょっと年齢層高いクラブだったんで。あ、そうなんや。VIP に、まあ年齢層高い人が入ってきて、え、じゃあそのバーにさ、そのバーじゃあそのクラブにさ、よっしゃ、おばあちゃんでもナンパしに行こうかな思って行ったらババアしかおらんの、そのクラブ。あ、だからおばさんたちが同じ踊りしてるんですよ。マジかよ。パラパラとかやってる。ふざけんなよ。誰がふざけんなよ。金払ってもらえ。金払ってババア席を楽しみだよ。いいやからやろ。いや、そのクラブでな。はい。そう、じゃあ深夜クラブってことで。六本木ですね。そうっすね。ね、まあ、え、大学生乗りとホスト置いた次はバーになんか。クラブに遊びに行くとこだよ、ね、完全に。え、サークルの飲み会を終えた後は違う、クラブにな、六本木繰り出してな、優雅やな、真の一日が。まあ優雅やわ。サークル関係の飲み会を終えたらその後自分のクラブに六本木繰り出して。ほんまにバイトだからめっちゃ大変。掃除からちゃんとやったもん。で、始発前に鶴飛んでいて、そうだね、恒例のパターン。竹虎か鶴飛んだね。言ってた言ってた。そうだね。うん、楽しみ。遊びに行くとこか。これ俺一番困るわ。おお、どこ行ってんすか。お前なんかラブホテルしか遊びに行かんからさ。ほんまに。反応が困る。反応困るし。遊びにって何。ラブホテルしか行かんから実際。ほんまに最近のホテルだってしかもすごいよ。なんかゲームで普通に置いてるし。うん、なんか YouTube 見れんやんか。へー、え、そうそう、ホテルですか。え、見れる。テレビで。そう、だから俺、だから俺女の子お風呂入ってる間自分のナイトチューブの自分チェックして。まず自分見てる。おもろいな俺。大画面で。面白いこと言ってると思って。そう。いや、すごいわ。まあそんな感じかな。でも俺も行ってみたいって言ったらあれですね、渋谷のラボプールあるらしいですね。渋谷のラボプールあるらしいです。部屋に流れるプールじゃない。でもさ、はっきり言うで、ラボ行ってプール入ろうと思ってたから。楽しそうだけどな。そのまま。いや別にあそこサクッと抱いて解散する場所だよ。え、それなんか聞いたことある。早見さん、プールに入る場所ちゃうやん。早見さんのやつじゃないですか。完全にあそこやる場所やから、そんなプールとか入る。プールいくら年前に行くわ、そんなもん。年前ホテルにプールあるからって別に行かんわ。行くわプール、ほんま。関西やったらスパッポ行ってくれよ。お前じゃあ残りね5分ぐらいってことで、そうそう、シングにちょっと来てくれたし、はい、コメントなんか拾ってみてよ。コメント、ゲームはいいけどプールはダメ。なんでそのコメントやん。でも結構女の子今日来てる。じゃあハルマなんか拾ってみてよ。米拾い誰だ、何の意図を持ってそれを。あ、そういうことで、ね、米拾えってことか。そうそうそう、なるほどね。2チャンネルすぎてちょっと難しかったよ。でもなんか知らんけどさ、なんかアイコンとかあるこない？なんかさっきからちょいちょい、なんかこの子どうしたんすか、写真とか。この402番の子なんだ。じゃあ、あれなんじゃないですか、もしかしたらちゃんとなんかプレミアム会員みたいにやってるとか。409番の子もさやけど、意識高すぎ。春枕って言ってる子。おぉ、ハハほら、しんくんはホスト始めて一番良かったことありますか。あの、その教えてあげて。良かったことは、うん、朝起きなくていい。あ、まあ、うん、まあ、まあ、いや、マジで当然のこと言うてきたの。いや、朝本当起きらんないから、うん、それが一番いいっすね。じゃあ、春馬的に、あの、じゃあホストやって一番良かったことは、あの、給料増えた。まあ給料増えた。え、じゃあ来るんですか。俺あのな、
やる相手が向こうから金払ってわざわざ来ること。ああ、それだけ。大体一緒じゃないですか。探しに行かんでいいから。向こうから来んねん。今日抱いてください、私のことを言って。そうそうそう。ほんまに。すごいよ、あの無課金ちゃうで。ちゃんと課金してから来てくれるもん。そう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 。ほんとに。こんなの抱いたろらみたいな話だけど。そう。まあだから、もう、女の子はみんなポケモントレーナーみたいなことですよね。それちゃうやろ。あのほんまにまだ終わらないかな。ほんまにまだ終わらない。先週帰り柔道さんの話をめっちゃ熱く語っとって。ものすごいホットのイメージはグイ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 上げとって。何やねん。なのに今回この放送何？ホットのなんかクソおもんなやつおるし、なんかホスト大学生乗りやってるやつおるし。しかもなんかサークル飲み会とかおるし。アルマ面白いって言ってヘルペリ呼ぶとかやめてほしい。本当に。全然面白くないから。アルマは思わないな。本当に。そうっすかね。本当に優しい。先なんかお前喋ることで苦しんでるのしないけど、腹しか見せへんやん。そう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 。見せてあげて。イエーイ。見せてあげて。もう絶対嫌いや。絶対嫌。見せてあげてみんなで。絶対嫌。じゃちゃんと。え、ちゃんちゃんと。いやいや。ちょうど赤くなってるから。じゃ見えるとこまで上げて、自分のお腹。じゃちゃんと上げて。じゃ上げなんか上げなんか。赤いとこ見えへんから。このだらしないお腹。これだらしないお腹よ。あ、でも、あ、そうそうそう、俺今日ゴールドジム入会してたんで。おー、いけたいけた絶対行かない。はい、春馬計画始まります。これ3日続けばまだいいわ。入会して1回目行かんもたやろ。あるある絶対あるやろ。明日ウェア会に行きます。大事、行くの朝大事。準備だけはめっちゃうまい。中等だよ。やばいトレーニングする。ほんとガチでやるんで。ガチでやるやん。ちゃんとみんなコメント来てくれよ。ほら、可愛いって言ってくれよ。スタイル維持の秘訣を。確かに確かに。あれ一人につき3回抱くこと。そうそうそう、そこしかない。1回で終わんないよ。げっそりしそう。帰り足ヨタヨタしてそう。ヨタヨタし、ああみたいな。やらやろ。おせっせこそダイエットの秘訣。でも結構ね、あと4分ぐらいまだ時間あるからね。いや本当に今日ちょっと久々コメント拾うんで、ちょっと会話してみようか。そうですね、最近拾わないみたいな。最近全然拾ってなかったから。そうそう。でもなんか痩せなくていいやとか来てるしね。うん、そうですって。意外とみんな太ってる子が好きなんかな。やっぱり なんですかね。こう自分よりは太い方がいいって人多いですよね。そうそう。なんかムキムキすぎは嫌だって言いますよね。ムキムキすぎはな、ほどよくっていう。あ、でも1分前やわ。あれ、いつの間に。マジか。あ、まあ確かにそうやろな。ということで今週ちょっとね、なんかすごいホストのことを、はい、なんかね、ちょっと下げる会になった。分からんけど。そうすか。そう、大学生乗りが一人おったんで。いやいや、本気っすよ。でも結局選んだ仕事はホストってことなんで。まあホストってことだから。ホストは最強ってことですね。うん、なんだかんだやっぱり。いや今日コメント500回ちょっと少なかったね。少なかったですね。ちょっと次回ちょっと1000目指して頑張りたいね。行きましょう。で多分毎週やってるから、ちょっとなんかさ、いつかもしかしたら MC 任せるかもしれない。誰ですか。誰かに。おだぎで30分1人なんか俺らしか大丈夫かなと思ったりさ、2人でやったことあった。やるしかないから。ということで本田君も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。来週も放送またあるんで、ぜひ見てくださいってことで、残り10秒前ってことで、今回ね、はるま君としん君とってことで、ありがとうございました。マジで最後に一番すげえのはホスラ。